こんにちは。今回は2020年10月13日に開催された日本とコートジボワール代表の試合の日本代表の選手を採点してみました。オランダで行われた日本対コートジボワールの試合は1対0で日本が勝利しました。コロナ後の初勝利を手にしましたが、出場した15名の選手を採点してみました。各選手の点数は10点満点です。5.5 から6.0 が平均と言えます。それではスタートです。まずは1人目です。1人目はキーパーのシュミット・ダニエルです。7.0 と評価しました。試合感不足が心配されていましたが、90分を通して安定したプレーを見せました。フィードも丁寧で工夫が感じられました。197センチの高さは、味方選手に安心感を与えます。次は2人目です。2人目は右サイドバックの室屋です。 6.5 と評価しました。後半の終了間際まで右サイドバックでプレーしました。攻守に積極的なプレーを見せたと言えます。球際の勝負で相手選手とバチバチやり合う場面が目立ちました。今夏にドイツに移籍しましたが、ドイツでの成長が感じられるシーンがたくさんありました。次は3人目です。3人目はセンターバックの吉田麻也です。7.0 と評価しました。円熟期を迎えた日本のリーダーです。高さ勝負では優勢で安定感がありました。フィードの部分も落ち着いてプレーしたと言えます。クリーンシート達成に大きく貢献した点を評価しました。次は4人目です。4人目はセンターバックの冨安です。7.0 と評価しました。吉田麻也とのセンターバックコンビは安定感がありました。スピードのある選手を相手にした時のスピード勝負でも負けていませんでした。アビスパ福岡の宝、日本の宝になり得る選手です。まだまだ成長途上でスケールの大きなセンターバックと言えます。次は5人目です。5人目は左サイドバックでプレーした中山雄太です。6.0 と評価しました。不慣れなポジションでプレーすることになりましたが、まずまずのプレーを見せました。先日の試合に続いて2試合連続でスタメン起用されたので、森保監督からは高い評価を得ていると言えます。ややディフェンシブにプレーしましたが、うまくバランスをとって守備を安定させました。代表では3試合目の出場でしたが、一皮むけつつあります。次は6人目です。6人目はボランチの遠藤航です。 7.0 と評価しました。さっきのカメルーン戦は怪我もあって欠場しましたが、この日はスタメンで起用されて好プレーを見せました。周りがよく見えており、ピンチを未然に防ぐ場面がいくつかありました。一つだけ危ないつなぎのパスがありましたが、基本的には安定していました。次は7人目です。7人目は柴崎です。6.5 と評価しました。カメルーン戦と比べると自由にプレーすることができました。持ち味である精度の高いパスでいくつかチャンスを演出しました。終了間際には高精度のフリーキックで上田の決勝ゴールをアシストしました。彼の出来に日本代表は大きく左右されると言えます。日本代表の心臓と言えます。次は8人目です。8人目は右サイドハーフでプレーした伊東純也です。6.0 と評価しました。右サイドハーフでプレーすることになりましたが、積極的な仕掛けは高評価できます。ただ、なかなかスピードでぶっちぎるシーンは作れず、彼のスピードに対応できる相手の能力は非常に高かったと言えます。ドリブル突破などは悪くはありませんでしたが、最後のクロスの精度は今一つでした。単純なクロスではチャンスにはなりにくいと言えます。次は9人目です。9人目はトップ下でプレーした鎌田大地です。6.0 と評価しました。スタメンでプレーした11人の中では最も評価の分かれる選手と言えます。低評価を下す人もいるとは思いますが、まずまずの出来だったと評価しました。これまでの代表戦と比べると最も存在感があったと言えます。後半13分に訪れた決定機は決めたいシーンでした。
次は10人目です。10人目は左サイドハーフでプレーした久保建英です。 5.0 と評価しました。フルメンバーが揃った代表戦では初スタメンでした。大きな注目が集まりましたが、見せ場は限られたと言えます。前半2分に訪れた決定機はしっかりと決めたいところでした。どちらかというと右サイドでプレーすることを好む選手なので、左サイドでのプレーというのは不慣れだったと思いますが、ポテンシャルを考えると高評価はしにくい出来でした。11人目は鈴木武蔵です。 5.5 と評価しました。大迫が代表を離脱してチャンスがやってきました。それなりにチャンスに絡めた点を評価しましたが、ボールが収まりにくいのは想定内と言えます。スタメンでプレーした11人の選手の採点と寸評はこのようになりました。以下は途中出場した選手の採点です。まずは1人目です。1人目は南野です。 5.5 と評価しました。後半16分に久保に代わって出場しました。最初は左サイドハーフ、終盤はセンターフォワードの位置でプレーしました。惜しいシュートを放つ場面はありましたが、失ってはいけないところでボールを失うシーンもいくつかありました。次は2人目です。2人目は原口元気です。 6.0 と評価しました。後半28分に鈴木武蔵に代わって登場しましたが、投入直後にいきなりシュートを放ちました。日本が盛り返してやや優勢になった時間帯にプレーしましたが、アグレッシブにプレーしてチームに貢献しました。次は3人目です。3人目は堂安ですが、出場時間が短くてかつインパクトのあるプレーは少なかったので採点はなしとしました。後半40分に伊東純也に代わって出場しましたが、あまり見せ場を作れませんでした。伊東純也はかなり疲れていたので、もう少し早く堂安と交代してもよかったかもしれません。最後は4人目です。4人目は上田直道です。 7.5 と評価しました。後半43分に室谷に代わって登場しましたが、ヒーローになりました。らしい豪快なダイビングヘッドを決めましたが、記念すべき代表初ゴールとなりました。うまく相手のマークを外してゴール前でフリーになりました。採点&寸評は以上です。0対0で終わりそうな雰囲気の中、決勝ゴールを決めた上田直道を高く評価しました。空中戦に強い選手を投入して相手のマークを混乱させることができたのが勝因に挙げられます。次回の代表戦では J リーガーも選出されると思うので、海外組と J リーガーの融合に期待したいと思います。コートジボワールとはブラジルワールドカップ以来の対戦になりましたが、その時の傷が少しだけ癒える勝利になったと言えます。今回の動画は以上です。良かったと思った時や面白かったと感じた時は高評価ボタンを押してください。動画作成のモチベーションになります。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。